新温感謝三重新酒祭りは新嘗祭の開催を祝うとともに、三重県の日本酒を多くの人に味わってもらおうと開かれているもので、今年で3回目です。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。今日は県内外から大勢の日本酒ファンが参加、伊勢神宮に新酒を奉納した県内の蔵元を中心に29軒が持ち寄った新酒を楽しみました。参加者たちはおチョコを片手に次々と蔵元自慢の清酒を飲み比べていました。会場ではカキフライやうまき卵などの三重県の味覚もおつまみとして用意され、参加者たちはほろ酔い気分で秋の休日を楽しんでいました。